はい、こんばんは、山陽と申します。さあ、味噌版グランプリ、もうですね、佳境に入ってきたのは後半戦に一応なるのかなというところでございますね。今日ね、紹介していくお味噌はですね、こちらでございます。もうだんだんと前振りも短くなってます。あのね、言うてね、まあまあ、あのラジオとかでも言ってますけど、まあいいや、あのまずね、これね、今日はね、丸屋さんでやっていきましょうってございますね。丸屋の味噌だれっていうのね、これは私もね、見つける前知らなかったんですよね、こういうのがあるっていうの。ね、ピアゴだったかな、うん、あの四日市のピアゴで売ってました。ですので、多分あったユニー系列だったら、まあ大体どこでも売ってるのかもしれません。丸屋のやつってことで、これ丸屋さんはね、あのお味噌はね、岡崎行った時に買ってきたので今も使ってるんですけど、愛知県岡崎市の八丁町ってことで、まさに八丁味噌っていうことでございますね。で、買ってきたのがあるんで、これやっていきましょう。で、まあ、あの細かい雑談をどうせ食べながらね、どうせ雑談ことになっていくと思いますんで、で今日もね、こんな感じでね、よいしょ、用意してありますよということでね、だん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 と相変わらず、綺麗になっていくことはないですね。私の机周りはね、日に日に悪化がひどいんですけど、まあとはいえ、改善する余地が今のところね、しばらく見当たらないんでね、多分、どん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 と、大変なことになっていくんだろうなと思いながら、ご飯をいただいていこうと思います。いや、食事間ですけどね、ってことでね、食べていきたいと思います。さあ、ということで開けましたけど、開けますね。ちっちゃい、丸屋さんの特徴としては大きさがちっちゃいですよ。150g ってことでね、あの1匹なんかもちっちゃめのパック売ってたりするんですけど、こうあの丸屋さんはこのちっちゃいのだけです。で、八丁味噌の本場ですからね。今のところ岡崎が本社のやつは使ってないですもんね。ってことだけど、ね、いや、味噌といえば八丁味噌やろうね、うちんとこやろうという、丸屋さんの味噌、どんなもんかね、試していきましょう。よし。さあ、ということでね、早速かけていきたいと思いますよ。どんな感じかな、よいしょ、ちょしょしょ。あ、ちなみに、お、だいぶ硬いね。うん。ね、トロトロっていかないですもんね。おー、どれぐらいかけたらいいかな。よいしょ。味噌自体は相当濃そうですね。色も濃いよな。へぇ、圧倒的に濃い気がする。うん、これちょっと楽しみですね。で、ちょっとすみません、今日ね、あの生姜ね、ちょっと買ってくるのも、ね、忘れたというかね、生姜を買ってきたんですけどね、ちょっと別の料理にね、煮込み料理作った時に思わず全部生姜をね、ドカーンと入れてしまったもんでね、ちょっと生姜がなかったもんで、今回ちょっと生姜なしでの、参戦になります。ちょっと判例かもしれませんけどね、どんな感じになるかもしれません。いただきましょう。いただきます。色が全然今までのと桁違いで色が濃いですね。で、あのトロトロっとしてないですよね。かなりあの味噌感が強いですよね。うん、うん、濃い。これはね、ど味噌ですね。味噌ですね。いや、これは濃いね。美味しい。うん。いいですね。いやいやいや。期待にそぐわ、あの、そぐ、ちゃんと期待値通りの、これよ、これという、八丁味噌やれっていう、この味ですね。濃い。あ、がっつりかかってるとこ食べたらめちゃくちゃ濃いよ、これ。うん。これは、相当ですね。いや、あの、この前のピリ辛味噌のやつが、あ、唐辛子が入っとって、ピリ辛感増してますねって感じで、これは、何を言うとるんやと。辛味噌やで、赤味噌やでと。うん。な。赤味噌たるもの。赤味噌の味で辛くしやっていうね。赤味噌をギュッとして、あの、辛さを出してる感じがありますね。なあ、これは濃いぞ。これこのまんま、あの、味噌汁の溶かすのに使ってもいいかもしれんぐらい、ほんとすごい。これ濃いからね、あんまり追いやらなくても良さそうですけど、やっぱしね、ルースなのかな。まあね、この半分白いところができたらね、
追い味噌酢っていうのがなんか今回シリーズの定番になりつつありますからね、勝手に私が初めて勝手にやってるんですけどね。では追い味噌ですけど、硬いね。全然トロトロっとならないですもんね。ペチャーって広がっていかないですよ。これは相当濃いですね。で、これはごまは入ってないのかな。あ、今回のシリーズで初めてごまが入ってないですね。もう本当に味噌味噌。豆味噌、原材料名が豆味噌、砂糖、加糖ぶどう糖液でしょ。で、みりん、食塩、酵母エキス、かつおだしということで。味噌とだしの味で、はい、調味液ですよと。味噌やんだ。ど味噌ですね。これはすごいな。おい味噌しましたけど、これぐらいの火つけても全然いいもんな。これはね、こんなね、これ半分ぐらいでもね、多分、一般的にはいいと思います。酒飲みたくなるな。こんだけかけると、ちょっと酒飲みたくなる。今度味噌田楽に使うようなあれですよね。やっぱ本格的すごい。これはすごいわ。さすが丸屋さんですね。ちょっと完全にこれは一線を期してますね。調味味噌としては、完全に他の、ところがどっちかというといろんな料理にね、しっかりと合うように、コンプリヘンシブって言ったらいいのかな、ワイドレンジで、ね、作ってる感じで、これはもう何言うとね、豆味噌なんやからもう味噌の味を徹底的に出してね、食材はね合うやつを探してという感じのあれです。もちろん冷ややこは合います。これはすごいね。これならね、多分ね、絹ごしでもいけると思う。全然グリップが強いんだね。うまいね。ちょっとやっぱでも、表面、溶き出しはありますけど、こうやって薄く伸ばしちゃって、こんなもんでいいですよ。うめえな。すげえな。これは、ですから、少量でできるんで、ほんと少量パックで全然 OK ですね。まあ、たまたまですけど、これは全然、生姜なしで OK でしたね。相変わらず、福豊かも美味しいですけどね。この福井豊かを選んだね、一つ失敗というかね、想定外だったのがね、大きいじゃないですか。ね、ですのでね、本当はね、2、3個ね、1回の収録でね、食べちゃおうかなっていうね、計算。それで2、3種類ね、食べてって思ってたんですよね。膨れるんですよね、案外。まあまあ、夕飯食べてますからね、夕飯食べた後に撮ってるんであれなんですけど。これは、コメントがしやすい。あからさまに回れるのと違いますかね。ということで、美味しくいただきました。ごちそうさまでした。ということでですね、まあ、総括をすると、完全に今までのね、丸屋さんのやつ、全然違いますね。完全に違いますね。いやー、すごいな。いやー、これだけね、濃かったらね、もう全然、他のところと差別化できてます。これはもう味噌がどちらかというとね、よく売ってる中分味噌でね、特に名古屋の人でね、いやいや、もっと味噌感が欲しい、もっとガツンと味噌のね味を楽しみたいんじゃという方はね、ぜひこれ丸屋さん行ったらいいと思います。で、初見の方ね、豆味噌に慣れてない郊外の方が行くんだったら、完全にこれ豆味噌がきつい、強いんで、多分逆に
辛くて辛いって思っちゃうかもしれませんので、他のところからでは試してみて、いやこの味系といけるで、もっとガツンとしたなんていうの、あの天下一品のこってりを進める時のような気分ですよね。あのこってり系が大好きです、あのどの系とかも大好きですっていう人だったら、じゃあもうちょっと天下一品のこってり食ってみやって言いますけど、いやーラーメンってそんなスガキ屋とかね、そのあたりとかしか食べたことないし、そんな、どっちかというとあっさりしたね、味のやつが好きですよとかっていう人だったら、天一どうかな、ね、こってりファンならわかると思いますけど、あれをそのあっさりめの人が好きって言ってる人に食べさせてみて、まあ、試しに食べしてみてて食べた瞬間に、ちょっと合わないですって言われたら、しゃあないかってなるじゃないですか。なんでこれがわからないだってならないじゃないですか、天一って。天一のこってりって、まあそうだよね、まあ合わない人には合わんからなっていうところがあるんで、あれなんですね。これに関しては多少その傾向があります。万人受けというよりは完全にもう味噌好きのための、やつになってるんで、味噌が好きだよっていう人はもうがぜんこれでかもしれません。ちょっと多分十字とかでね、テレグラム書いたら完全にちょっと端っこの方にピッてやってる本格派って言ったらいいかな、っていう感じがします。っていうことなんでね、ぜひもう、我こそは味噌好きやで、ね。やけどね、ちょっと、普段食べてる、キューブ味噌、万能味噌だれのね、タレでは、あら、ちょっともっと味噌感が欲しいぜっていうパンチ求める方、ぜひこれ言ってください。おすすめです。ということで、今回はね、これぐらい締めたいと思います。またね、そう、当初ね、言っとったところ、最初に言っとったのはここまでか、なんですけど、ちょっとね、追加で買ってきたね、見つけたやつとかもね、この後、追加参戦がございますので、ね、そのあたりもね、明日以降、で、やるのかな、ちょっと待ってね、予定表確認するわ。これが24日の予測、これ、あ、丸屋さんでよかった、クリスマスイブ締めくくれた。で、クリスマスと25、26、この週末、M1 グランプリ持ってきますんで、これでクリスマスの夜ですよ。いくねー、うちのチャンネル。で、27日から、ちょっと別で撮ったね、外立てのやつがまた始まりますので、よろしくお願いしますって感じでね。ちょっとね、最近はちょっとシリーズでごとに固めてやってますけど、またね、1月以降はちょっとそのあたりも変わってくると思いますんでね。そのあたり、まあ、そのあたりの告知とか、ちょっとステラジ、ラマステの方でね、やりますんでね、そちらも、ちょっと気になる方は、ご覧いただければと思います。ということでね、この動画は最後で締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。